こんにちは、西田明子です。アキコズブックラブ、マインドフルネスが最高の人材とチームを作る著者の荻野純也さんにお話をお伺いしています。今回がパート4です。今回は映像の後半でラビングカインドネス瞑想を荻野さんがリードしてくださっています。ぜひ動画を一緒にご覧になって瞑想も一緒にやってみてください。ではどうぞ。まあ、それでその日本 あのビジネスシーンにおいても、まさにその皆さんの人間力が、私たちの人間力が上がっていくことっていうのがビジネス全体、そしてまあひいては日本全体の経済力とか、経済力だけじゃないですよね、国力とかも上がっていくってことにつながっていくと思うんですけれども、あの今回出されるこのマインドフルネスが最高の人材とチームを作るっていうこの本は、あの私も読ませていただいたんですけれども、どちらかというとその会社のまあ、リーダーとか人事とか、そういう方にその会社でどうやってマインドフルネスを取り入れて、あの変化を出していくかという、そういう本になってますかね。はい、そうです。うん、そうですね。で、あのこの中に書かれてたことで、その誤ったやり方をあのしてしまわないようにみたいな箇所があったんですけど、そのマインドフルネスにおいて犯しがちなミスというか誤ったやり方って、例えばどういうところで誤りやすいんでしょうかね。何か今までのこういった何でしょう、人材のスキルとか何とか力の向上っていうのは、なんかすぐこれを学ぶとすぐこう発揮できるみたいなことがこう印象としてあったかもしれないですけども、まあ、そうじゃないですということですね。でこの中でも結構こう書いてるんですけども、マインドフルネスの習得っていうのは要は脳と心の筋トレですと。脳と心の筋トレ、はい、はい、冒頭に言ったその自分の、注意力のコントロールだったりとか、さっきのその EQ の話で言うと、要は EQ っていうのは感情の、まあ、理解だったりとか、感情のマネジメントなわけですね。なのでじゃあその脳とか心を鍛えていくためには、まあ、筋トレのように、まあ、ちゃんとできれば毎日、練習する必要があるし、3日坊主で終わったら身につかないし、まあ、すぐ、じゃあ1日やったからその分もうすぐ身につくとかっていう、そうではないですよ。まあ、時間がかかるっていうことですよね。本質的にはリーダーシップ開発とか組織作りなんていうのは、まあ3年か5年とか下手したら10年ぐらいかかるわけです、本質的にはですね。なので、やっぱちゃんとこのマインドフルネスベースの文化を作っていきたいとか、そういった時代を作っていきたいと思ったら、やっぱりある程度の期間が必要ですよというのはご理解いただきたいですね。あのマインドフルネス自体、それ自体で何かこうあの実践するときに犯しがちな、まあ、ミスっていうのがあるのかどうか分かんないんですけど、そういうやり方を間違えやすいとか、そういうことはありますか。よくあるのが、やってみましたと、ただこれは自分には向いてないのでやめましたっていう人が、結構いるんですよ。と僕は思うんですね、向いてるか向いてないかっていうのは何で分かんのかなと思うし、そのマインドフネスの説明の中に一つ大事なポイントがあって、評価とか判断を一旦保留するとか、批評批判を一旦こう手放すっていうことがあ、それは自分の中に浮かんできた時にいろんな思考がってことですかね。これってこう、まあ、今流行ってるワンオンワンという考え方とか、こう何ですかそれは。ワンオンワン、ワンオンワンって何ですか。ワンオンワンはその企業犬しか浮かばなかった、それワンワンじゃないですか。あの企業の中で、上司と部下とかがこう、まあ、1対1面談をする、まあ、1対1の面談のことですね。それワンワンっていうんですか。ワンオンワンって言ったり、ワンオンワン、はいはいはい、はい、いうのが結構こう今企業の中では教育として、もしくはコミュニケーション活性化とか、まあ、組織作りで応用されてたりするんですけども、まあ、そういった人の話を聞くとか対応するとか、でも本当は大事なのは、湧いてきた、考えに対して、まあ、一旦それを保留して、まずはあるがままに相手の話を聞くとか、いうことが大事なんですけども、マインドフルネスでもその一旦その物事に対して評価判断を保留するっていうことも一つ大事な、あ、じゃあ向いてないなっていうのが出てきたら、うん、まあ、それ一つの評価判断ですよね。そうなんですよ。でそれを
手放す一旦保留する、まあ、それ湧いてくるのは、まあ、自然なことなんですけども、そうですね、湧いてきちゃったものは湧いてきちゃったわけですから、うん、でもこんな考え湧いてきてるんだなっていうふうに、はい、一旦受け止まった上で、はい、まあ、ちょっとそれは脇に置くって感じですかね。それ結構難しいですね。なんか他のことで考えると、うん、ちょっとテニスやってみましたと、あ、これ向いてないなと、うんうん、保留してよしやろうってなかなか思えないっていうか、うん、でもそれがその上達する何、はい、でしょう、コツだったりとか、うん、じゃないですか、継続するコツだったりとか、うん、まあ、筋トレもそうですよね、はい、いやもう毎日毎日やるの大変だよとか、はい、もうやめた方がいいかなとか、はい、まあ、ついやっぱ思っちゃうわけですけども、結局成果が出ないから続かないっていうことなんですかね、うんうん、そうですね、だから成果をすぐ求めてしまう、うん、分かりやすい成果を求めてしまうっていうのは結構こう、うん、今の現代人というかビジネスパーソンの癖としてあるんじゃないですか。マインドフルネスのみならずっていうことですよね。そうそうそう、そうですそうです、まあ、でも荻野さんの場合はその1回目のヨガでキラキラ体験があったわけじゃないですか、うん、そう、僕の場合キラキラ体験しちゃったからもう確信があったわけです、ですよね、うん、でもなんかその話聞くとなんか僕もそのキラキラ体験欲しいなみたいな。そうそうそう、そうなんです。なので、はい、やっぱりこうマインドフルネスで言うと、はい、まあ、そういったこう頭がクリアになりたいとか、はい、すっきりするんでしょうとか、はい、そういうふうにある特定の状態を目指すもんじゃないですよっていうふうには説明をしたい。そこがねちょっと難しいところだと思うんですよね、はい、結局マインドフルネスもやっぱ広めるためには、うん、こんな効果効能があるよって伝えざるを得ないじゃないですか、まあ、言っちゃってきてますけどね。でも、はい、実はその効果効能を目指そうとすること自体がもう今ここにいないから、うん、未来を追っかけちゃってるから、はい、そこってこう難しいところですよね。ただその意図としてこういう状態になったらいいなっていうのは、それはやっぱりこう目標とかその人生の方でも大事だと思うんですよ、うん、方向性ってことですね。方向性としては、はい、ただそれに執着するしすぎるんじゃなくて、うん、まあ、でもそこに行き着くためには今ここの練習が必要だったりとか、今のここのこう、はい、何でしょう、人との会話大事だったりとか、こう瞑想が大事だったりするわけですね、うん、方向性は、うん、まあ、こういうことがやられるんだなっていうことで持ちながらも、はい、今に集中するっていうことですかね、はい、そこに執着しないで、うん、あと一つ私マインドフルネスに関してずっとこう疑問に思ってるのが、その自分のマインドに気がついた瞬間ってマインドがなくなりますよね。お、はい、考えにだって気がついてる時って考えが止まってませんか、うんうんうん、あれそんなことない。そんなことあるかもしれないですね。なんかその実はマインドフルネスってやっていけばいくほど、うん、考えに気がついてる、ずっと気がついてるわけじゃないですか、はい、気がついた瞬間考えが、うんうん、あ、こういうの考えてたなと思うとこの考えってだって止まりますよ。ラーメン妄想止まるわけですよ、ここで、はいはい、ね、麺が多かったら終わっちゃうわけですよ、うんうんうん、だけど気づいてなかったら味噌ラーメンに行っちゃうわけですね、うんうんうん、ということは気がついたらそれで終わりますよね、うん、はい、したらなくなるじゃないですか、うん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 、でまた次出てきてまた気づいてたら、うんうんうん、マインドフルでいれば、うん、なくなるじゃないですか。まあそれを手放す練習としては手放す、保留すれば、うん、保留する。そうするとその荻野さんのその本の中で書いてらっしゃった、うん、マインドフルネスっていうのはその何分やるとかそういうものじゃなくて、実はずっとマインドフルネスの状態で生きるっていうことが大切なんだと、うんうんうん、そうですね、で、それをこうずっとやっていた時っていうのは、はい、結局思考がなくなる方向に向かうんじゃないかと思ってるんですけど、その理解は合ってますか。その思考がなくなる状態を求めてるのであれば、うんうん、その状態をこう獲得することもできるし、はい、これも大事なその選択なんですよ。意図して選択してるかどうかってことが大事で、はい、とはいえじゃあさっきのその、味噌ラーメンが湧いてきましたっていうことで言うと、はい、それはもしかしたらとてもその大事な、じゃあ次じゃあラーメン店主だったら次こういったら味噌ラーメン作ってみようとか、はい、こういったアレンジしてみようとか、それクリエイティビティじゃないですか、創造性ですよね、はいはい、その創造性ってそういうひらめきだったりとか、そういった妄想とか空想が発生したりするわけじゃないですか、はい、あ、今すごい自分すげえいい考え湧いちゃってるから、はい、これをもっとこう想像してみようっていう選択もあってもいいかもしれないですね。そうですね、そう、思考ツールとして使うっていう状態ですよね。だ、要はその状態の前のふなす状態っていうのは、実はそういったひらめきも、はい、湧きやすい状態になってきやすいんですよ。なので、はい、その思考を
それはなぜですか？なぜマインドフルネスだとな状態だとひらめきが湧きやすくなるんですか？はい、これはですね、はい、脳科学的に言うと、はい、我々のこう、まあ、呼吸に集中している状態もありますけども、はい、でも集中が途切れて注意様になってたりとか、はい、いろんなあのぼーっとしてる時もあったりするわけですね、はい、その時の人の脳っていうのは、はい、あの脳の中でデフォルトモードネットワークっていう複数の脳の部位が何ネットワーク？デフォルトモードネットワーク。デフォルトモードネットワーク、はい、デフォルトモードネットワーク、まあ、DMN とか言ったりするんですけども、はい、それが働いてる状態なんですね、はい、でその時に人っていうのはひらめきとか発想が湧きやすいっていうふうに言われてるんです、うん、なのでその集中してました、でもちょっとこう、いつの間にかぼーっとしてましたっていう状態の時がデフォルトモードネットワークで、その時ふっとこういろんなひらめきが発想が湧きやすい状態に、はい、なっていくんですね。でそのマインドフルでいればいるほどそのデフォルトモードネットワークの状態が増えていくっていうことなんですか？意図的にそれをこうあの作り出すことが可能になってくる。意図的に作り出す、はい、どうやってやるんですか？どうやってやるか、はい、だ注意散漫な状態をあえて作っていくってことですね。どうやって やってみたい。はい。すごいやる気もある。はい。でも、例えばさっき説明してくれたのは、呼吸への、例えば物事一点に対して注意戻すっていう練習の中で思考が湧いてきたら、はい、それを手放してまた戻るってことを言ってましたよね。はい。はい、だあえて湧いてきた思考に対して、はい、今こんなこう思考が湧いてきたな、はい、こんな発想が湧いてきたな、はい、あこんなラーメン屋さんを思い浮かんできたな、はい、みたいなことを浮かんできたものを後追いで注意を向けていくんですよ、はい、それは実はあのマインドフルネスのこう練習の一つのやり方として、はい、オープンモニタリングっていう瞑想法があるんです、ね、いっぱいカタカナ出てきますね。あの平たくて観察瞑想とも言われるんですけども、はい、観察瞑想、はいはい、それは問いで追っかけていくとどうなるんですか？そうすると、いろんなこう発想が実はまあ、発想が湧きやすい状態を、はい、まあ、練習していくっていうことでもあります、ね、その練習それが、うん、その思考は問いでこう見ていくことが発想が湧きやすい状態を作る練習になってるんですか？なってくる。それっていうことは科学的に証明されてるってことですか？そのデフォルトモードネットワークの時に発想が湧きやすいってことは科学的に言われてるってことですね。そうなんですか、うん、なるほど、ね、いやすごいね、分かりにくいと思うんですよ。なぜかっていうと頭の中で行われていること、うんうん、だからその言語化した時点でもう言語を喋っている自分と一体化しちゃって、それと要するにその思考を見るというよりは思考をする自分になっちゃうじゃないですか、はい、だからこのマインドフルネスっていうこと自体を正確に語ること、そしてその人が正確に受け取れているかということっていうのをお互いに把握することとか、うん、そのあたりが本当にすごく難しいからこそ、うん、まあ、誤解も生じやすいし、うん、まあ、そもそも何が正解なのかも分かりにくいというか、うん、まあ、だからその起源が仏教にあってっていうことですけれども、うん、そういう意味で言えばね、何千年もずっと伝えられてきてはいることなわけじゃないですか、はい、だから、まあ、それをビジネスに取り入れて仏教というずっと伝えられてきた知恵を自分の人間力を磨くために生かしていこうっていうのはそのすごく実践的、実際仏教ってすごく哲学的で心理的で実践的だと思うんですよね、うん、だから素晴らしいなと思うからこそ、なんかこうまあ、正確に把握っていうことでもないんでしょうけれども、なんかその自分の心の中で起こっていること、自分が今やっていることっていうものをちゃんとと観察できてないと、それが合ってるかの確認もできないっていうか、だからまさに今の状態を観察し続けているのがマインドフルネスなわけです、うんうん、はい、まあ、そこまでがマインドフルネスですね、はい、で自分の状態なり周囲の状態ちゃんと気づき続けていられると、はい、次のアクションが打てるっていうことなんですよね、うん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 、だからその今に気づけていることが、はい、こと自体がマインドフルネスで OK ですよと
だから、はい、あこんな発想湧いてきてるな、こんな座禅湧いてきてるな、うんまあ、それはそれで全然 OK で、はいまあ、今の自分の状態に気づいてるわけですよね、はい、それがマインドフルネスということは、この先もずっとそのとにかく今の状態に気づき続けようねっていうことで、進んでいくんですかね、そのマインドフルネスというものは、うん、荻野さん自身はどこに進んでいこうとされてるんですか。荻野さん自身は、はい、僕自身としてはやっぱりこうマインドフルネスが持ってる可能性というのはまだまだあると思ってるし、まあ、今回はそのまあ、企業というか、まあ、リーダーとか組織向けの本ですけども、はい、結局その会社とか組織っていうのは社会の構成単位の一つだと思うんですよ、要はそのマインドフルネスを実践したリーダーが増えていくとそういった組織が増えていくし、はい、まあ、それが会社全体になっていってそれがこう増えていくと、はい、そのマインドフルネスなこう社会が出来上がってくると思うんですね。壮大ですね。壮大です、はい。それをこう実現したいっていうところが、まあ、できれば日本の社会の OS にしていくっていうところが、うん、まあ、次目指していきたいところではあります。日本の社会の OS をマインドフルにしたいと、うんうん、はい、はあ、要は僕たち、まあ、日常生活の中でも例えばこの数年話題になっているパワハラとか、はい、例えばアンガーマネジメントっていう、こう考え方もあったりしますけども、はい、じゃあなぜ怒りがコントロールできないかとかそのパワハラとかセクハラしてしまうかっていうと、はい、その本人が気づいてないわけじゃないですか、うん、はい、要は自分がこんなことやってしまってるその相手に対して嫌な思いをさせてるってことを気づいてないからやってしまってるわけですね、うん、気づいてたらやめようかなとか選択がないっていう意味ですかね。そう、選択的に、はい、無意識にやってる、もしくは衝動的にやってるってことですね、うん、はい、でもそこでこう気づきの状態がこう保てたら、そこで選択が実はその目の前に選択が現れてくるはずなんですよね、はい、衝動的にやってるってことはもう一つのこう、選択しかない状態になってるってことですね、うん、もうここでそのパワハラをしてしまってるとかいうのはもう、こう衝動的にやってる話ですね。ただそこでこう気づき続けてる状態を作れたら、もしかしたら部下に対して分かってほしいからまあ、叱ってるのかもしれないし、うん、はい、もしかしたら自分がその感情的にただただ感情的にエゴでこう怒りをぶつけてるってことを気づけるかもしれないし、うん、もしかしたら叱るんだったら もっと違ったこう叱り方があるかもしれないし、あエゴで自分の怒りをぶつけてるんだなと思ったらそれをとどめることもできるかもしれないですよね。じゃあそのマインドフルネスが日本の OS になった時にどんな社会が生まれるなって荻野さんは想像してらっしゃるんでしょうか。みんなニコニコの、みんなニコニコ、ニコニコの何か僕は好奇心と思いやりを持った社会になっていくんじゃないかなと思ってる、ね、好奇心と思いやり、うん、思いやりっていうのはこう今までの話から想像がつくんですけど、はい、好奇心っていうのはどういう文脈なんですか。好奇心っていうのは、はい、やっぱり人が一番クリエイティブでかつそのモチベーションが高まってる状態っていうのは、はい、こうよく言われますけども、端的にワクワクしてる状態じゃないですか、はい、何かに自分の興味があることに対してワクワクしてそういった状態でいつの間にかこうアクションが始まっていたりとか学びが始まってたりするわけですね。そこに何か努力してこうしようっていう感じじゃなくて、はい、なんかもうふっとこう何かをしてる状態なわけですよ。あ、それを好奇心っていう言葉で今表現された、うん、ということですか。そうですね、ワクワク感に基づいて行動してるっていうのをこう好奇心と思いやりを持ってる、うん、そういった社会を作りたいなって言いました、うん、まあ、それをビジネスの、ね、フィールドからっていうふうに取り組んでいらっしゃるわけなんですけれども、荻野さんがこれまで書かれた本の中で、はい、初心者向けっていうと頑張りすぎない休み方っていう本が一番、はい、実践的で具体的で初心者向けですかね、はい、うん、で、かつ、すぐ読めます。すぐ読めますそうですね。あと、はい、よく最近よく誤解があるのマインドフルネスイコール瞑想でしょうとか、はい、なんかこうリラクゼーション方法でしょうっていうふうに思われてしまってるんですけども、はい、そこの誤解も取りたかったので、じゃあ今ここの状態を作ることっていうのはもう日常生活の中でいろんなシーンでできますよってことをその本では書いています、はい、うん、例えば今こうしてお話をしている時にだってできるし、うん、はい、家事をしている時にだってできるし、うん、そうですね、要するにいつでもできる、はい、今ここにいるということに意識を向けるだけでいいということですかね、うん、はい、はい、
今新型コロナウイルスっていうものの、その不安と恐れで世の中がまさにそのマインドフルじゃない逆の、はい、自分の中に恐れ湧き起こってくる恐れを観察するというよりも、もうその中に巻き込まれていってしまって、うん、トイレットペーパーなくなるとか、はい、そういう現象につながっていると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、だからこそですね、今回本の中で紹介されていました、ラビングカインドネス瞑想という、はい、それを今日こちらに来てくださっている皆さんと、そしてご覧いただいている皆さんと一緒に共有できたら、はい、いいなと思ったんですけれども、それを今なんていうんですか、こういうのはガイドしていただくっていうんでしょうか、はい、やっていただくことってできますか。あ、できます、はい、はい、じゃあちょっと皆さん、はい、これを YouTube でご覧いただいている皆さんもですね、ぜひ一緒にやってみませんか。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。このラビングカインドネス瞑想というのは、まあ、自分自身の思いやり、まあ、英語で言うとコンパッションって言ったりしますけども、思いやりを養うための、練習になります、はい、で、思いやりっていうと他者に対して その思いやりっていうふうに思われますか。でも他者に対して思いやりをこう持って接するっていうのは、まず初めに自分自身が自分自身に対して思いやりを持ってるかどうかっていうことが結構ベースになってきます、はい、まあ、自分に優しい態度でいられるかどうかですね、はい、まあ、ですので、まず自分自身を整えて、まあ、それから他者に対しての思いやりを実践するっていう練習をしてきます。はい、まあ、そんなことをちょっとなんとなく頭の中に入れて、はい、体験していただければと思います、はい、では一番初めはですね、今座っていただいてますけども、背筋をスッと伸ばして、はい、で、ゆっくり目を閉じてみてください。はじめ5回大きく深呼吸をしてみてください、まあ、自分のペースで結構です。まあ、可能であれば鼻から吸って鼻から吐いていきます。まあ、深呼吸をしながら、一旦自分の呼吸の心地よさとか気持ちよさに、まあ、注意を向け続けてみてください。5回の深呼吸終わった方は、これから私がガイドする言葉に従って、まあ、口はチャックで結構です。自分自身はご自身は無言で結構ですので、心の中、頭の中で私がお伝えをした言葉を繰り返していただきます。その言葉を繰り返しながら、自分がどんな感覚になっていくかも感じながら続けてみてください。ではいきます。私の苦しみや悲しみがなくなりますように。私の苦しみや悲しみがなくなりますように。私の心と体が健康でありますように。私の心と体が健康でありますように。私が平和で幸せでありますように。私が平和で幸せでありますように。今度は頭の中に皆さんにとって一番大切な方、愛する方を思い浮かべてください。では次のことをまた繰り返してください。愛する人の苦しみや悲しみがなくなりますように。愛する人の苦しみや悲しみがなくなりますように。愛する人の心と体が健康でありますように。愛する人の心と体が健康でありますように。愛する人が平和で幸せでありますように。
愛する人が平和で幸せでありますように。今度は、皆さんのご家族、複数の方で結構ですので思い浮かべていただきたいと思います。家族の苦しみや悲しみがなくなりますように。家族の苦しみや悲しみがなくなりますように。家族の心と体が健康でありますように。家族の心と体が健康でありますように。家族が平和で幸せでありますように。家族が平和で幸せでありますように。今度さらに、普段接する方々、会社の同僚とか、上司、先輩、友人、自分の周囲の方々、周りの方々を思い浮かべてみてください。周りの人たちの苦しみや悲しみがなくなりますように。周りの人たちの苦しみや悲しみがなくなりますように。周りの人たちの心と体が健康でありますように。周りの人たちの心と体が健康でありますように。周りの人たちが平和で幸せでありますように。周りの人たちが平和で幸せでありますように。今度少し上級編です。今度は皆さんがなんとなく嫌だなとか苦手だな嫌いだなと思っている人は一人頭の中に思い浮かべてみてください。苦手なあの人の苦しみや悲しみがなくなりますように。苦手なあの人の苦しみや悲しみがなくなりますように。苦手なあの人の心と体が健康でありますように。苦手なあの人の心と体が健康でありますように。苦手なあの人の、あの人が平和で幸せでありますように。苦手なあの人が平和で幸せでありますように。では最後、世界中の人々、生命を持った存在に対して、同じことを投げかけていきます。生きとし生けるものの苦しみや悲しみがなくなりますように。生きとし生けるものの苦しみや悲しみがなくなりますように。生きとし生けるものの心と体が健康でありますように。生きとし生きる者の心と体が健康でありますように。生きとし生ける者が平和で幸せでありますように。生きとし生ける者が平和で幸せでありますように。では大きく3回深呼吸をしてみてください。
そして、今味わっている心の感覚、体の感覚を、深呼吸をしながら味わっていきます。3回の大きな深呼吸終わったら、少しずつ目を開ける準備をしてきて、自分の準備が整ったなと思ったら、ゆっくりと目を開けて自分の周りの空間に戻っていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今やっていただいたラビングカインドネス瞑想というものですね、この本の中に収められています。2020年の3月18日に発売になります。荻野純也さんのマインドフルネスが最高の人材とチームを作る、特に企業のですね、教育に携わっていらっしゃる方、リーダーの方にはぜひ読んでいただいて、それがマインドフルネスがどんなふうにですね、会社組織を変えていくのかということのぜひ参考にしていただければと思います。アキコズブッククラブ1回目のゲストは、はい、荻野純也さん、一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティチュート代表理事、荻野純也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。